こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今日はですね、大人気の米津玄師の、レモンの、解説をしていきますが、これ半分打ち込みみたいな感じで、全部打ち込みかもしれないですね。なのでこう打ち込みのやつを僕はあのカラオケで生録音で録音したりするんですが、もともとの音源が打ち込みであったとしても、だからその何年も前に聞いててこうボーカリストのイメージが強くなっていくでしょ。だからこう僕高原敏彦さんの楽曲とか録音してるんですけど、その高原敏彦さんの時は最初の録音は打ち込みなんだけど、今はその、まあ、ライブとかをこう得てみんな見てファンになってるわけですから、カラオケで生録音した時に要は元々の音源と同じにしたところで、あ、しょぼって思われてしまうんですね。だからこうライブ録音とかの折衷で作っていくんですよ。でそうするとまあドラムセットだったらこの音で行った方がサウンドするよねみたいなことでこう入れ替えていきながら演奏するっていうのを僕よくやるもんですから、そういうのも含めて解説していきたいと思います。まずはですね、最初はピアノと、歌だけで入ってくるんですが、これこの手拍子のところがこうハンドクラップっていう、こう打ち込みが、リズムマシンの中によく入ってるんですが、それが入ってます。まあ、これはリムショットでやってもいいと思います。で4小節終わったら1小節途切れるとまたこう一回仕切り直しみたいな感じでかっこいいんですが、ここ別に特になくてもいいかもなと。もうイントロは全部聞いておいて、で A2 もそのまま、要は24のスネアがハンドクラップになってるんで、ハンドクラップはもうリムショットでいった方がいい。ね、ここすごく書いてありますが跳ねてるので、ドッツッタッツッドドンっていうのはすごく素早く、ドバンっていうのもタッカ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 にはめるということですね。これ初心者は難しければ全部これ全部ドーンなので、まあだいぶキー違いますが、こうやってバスラを持ってでだけでもいいしでもいいかなと思います。はい。で、B に行くところでここスネアなんですが、要はこうマーチのスネアが遠くで鳴ってるようなイメージね。だからここをこうスネアが終わってから左手から行くと交互で右手で終わります。か、まあ3ストロークで行くんだったら右左でもいいし、右でもいいし、さあどういう手順でもいい。 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 っていうのが遠くで鳴ってるイメージ。だからこれ書いてあるからって言って思い切り叩かないね。すごくメゾピア、ピアニッシモ遠くで鳴ってるようなイメージですね。でそれが終わったら、という感じで、叩けばいいかなと。で、タラダラララララ、ここが四部九符のところでラララララ、ハイハットやめるとその九符がうまく表現できるということですね。次ここロールが入ってるので、ロールはもう難しい人はこう減衰するんだったらこう押さえつけちゃえばいいですかね。ナインストロークでまあ惰性なので、まあプレスで戻ればいいかなと思います。ラインストロークが入ったのでね、ロールの雰囲気にしたければという感じですね。まあここもあまりこだわらずに、例えばワン・ツー・スリーなんかでやっても全然平気だと思います、ね。で、まあ2番まで、2番はダ、ここのタラララララのところをで止まってますね。だからジャーンジャーン、ここなんかドラムのレッスンでやってた時はタラララみたいな感じで、全部バスラとシンバルでも全然構わないかなと思いますが、要はこの
流れてる上にシンバルがっていう感じの流れにしているので、まあ打ち込みならではな感じかなと思います。で D のところは、まあハイハットなしにしてますが、まあ叩いてもいい。というふうにしてもいいかなと。で戻ってくるとここがかっこいいんですが、タバレバレレ、うん、これ2発いっちゃってもいい。うん、で、ここの3拍目の頭のところもクラッシュ、ジャンジャンなん、ギターがジャンジャンって弾いてるので、両方クラッシュが入ってていいかな。入ってるかなと思って聞いたんですが、どうもクラッシュ聞こえなかったんですけど、これ両方2発クラッシュ、これ両方とも、うん、どっちもバスラとクラッシュっていうのもドラマチックでいいと思いますね。で、まあここはタラララ、こういう時にここもバスラ踏んじゃうのは、ジャンジャンジャンってちょうど変わるミリ目なんで、今日で最後は、渋9譜で終わってしまえば、ジャンジャンジャン、最後伸ばし切りですねという感じで叩いていただければ、非常にシンプルですけど、この C の最後の C のところのここドラマチックだったりとか、組み立て的には、A に踊ったところはこうリムショットで、で B でこれでマーチが聞こえてきて、でやると、まあ、これで組み立てると非常にうまくこの曲はバンドでできるんではないかなと思いますが、バンドでやる人はぜひ参考にしていただければと思います。以上です。ありがとうございました。